近展解釈法を歓迎し、GHQ 前で万歳を叫ぶ、朝鮮人たち解散命令を受け、朝、津波会館を封鎖する、警視庁予備隊在日本朝鮮人連盟は、1945年10月15日に、結成され、連合国軍最高司令官総司令部占領下の、日本で1949年9月8日に、解散させられた日本在住の朝鮮人によって、 組織された団体。略称は、朝連共和国に直結しようをスローガンに掲げていた。1945年10月15日、日比谷公会堂において、全国各地の代表4000人が結集し、在日本朝鮮人連盟が結成された。結成時の綱領は、新朝建設に献身的努力を期す、世界平和の向上的維持を期す。 在日同胞の生活安定を期す、帰国同胞の便宜と秩序を期す、日本国民との五条遊戯を期す、目的達成のために大同団結を期すの6項目だった。最高顧問に、近天会が神奈川県本部委員長に、半特殊議長がそれぞれ就任した。東京駅八重洲口に在日本朝鮮人、連盟中央本部が設置された。日本共産党内にあった。 民族対策部という部署の構成員が在日朝鮮人連盟のメンバーで戦後の日本共産党再建資金を調達していた。日本共産党民族対策部は日本統治下時代の経常府で結成された朝鮮共産党日本総局からつながる組織であった。在日朝鮮人連盟は日本共産党の先兵として竹尾事件では裁判所や検察庁を焼き打ちをするなど、 終戦後の混乱が続く、日本国内各地で暴行、略奪、窃盗、観光省への横暴な態度と、不当な要求、建築物の不法占拠、汽車、電車、バスなどの不法乗車、人民裁判などを引き起こした。南朝鮮単独の選挙を非難する一方で、朝鮮民主主義人民共和国建国を支持し、建国時には祝賀事業を行った。 1948年12月23日には北朝鮮に派遣された警祝団は近日政主席との会見を実現させている。1945年9月30日には GHQ が朝鮮人連盟発行の鉄道旅行乗車権禁止に関する覚書で朝綱が違い保権的地位にないことを発表しており、1949年9月8日には GHQ により団体登記制令の暴力主義的団体として解散を命じられ、その資産は没収されることになった。この時に GHQ が戦勝国民でも敗戦国民でもない第三国民であると規定したことから彼らが三国人と呼ばれるようになった。資産の明け渡しは翌1950年にかけて行われたが、連盟名古屋支部は 建物の引き渡しに抵抗。同年11月27日には、朝鮮人学校生と約200人が愛知県庁に押し寄せ引き渡し拒否を訴えた。その後は、後継団体として在日朝鮮統一民主戦線が結成され、後に在日本朝鮮人総連合会へと発展していった。ありがとうございます。